さ、じゃあちょっとここでアンサーするな。俺文章苦手だから、ここでアンサーしてもいいかな。ここでアンサーしてもいい？文章苦手だからさ。ソウさんありがとう、高評価2番目でポチった、ありがとうありがとう、じゃあここでアンサーするけど、そうだな、なんかこう産後うつになっちゃったみたいな内容だったんだけど、心ないこととか言われちゃったっていうね。そうだな、どうしたらいい。人間ってさ、まあ産後に関してはね、こうやって今俺も育ててるけど、あの産後うつになる人、要は子供が生まれてからうつ病を発症しちゃう人ってものすごく多いんですよ。でまあホルモンの影響だとかって言われてるんだけど、体験してみるとね、あの寝れないんですよ、とにかく忙しくて。で体力もどんどんなくなっていくし、で赤ちゃん可愛いから起きなきゃいけないし、ものすごい子育てって大変だなっていうのを体感してね。でもほら男の人って働いてたりさするから分からなかったりするじゃん。あとほら実家とかにいるとこんなの当たり前だよっていう考え方で、それでねなかなか理解がなくて減らっちゃうって思うんだけど、人間ってさ、こう嫌なことは嫌じゃない。で、嬉しいことは嬉しいじゃない。で、こう心にこうしこりが溜まっていっちゃうと、鬱になったり、体調が良くないと鬱になっちゃったりするのね。だから、言い方を考えて、相手にその自分が傷ついたこととか、自分が嫌だったことっていうのは伝えないといけないんだよね。だからもし嫌なことを言われてしまったんだったら、我慢をするんじゃなくてそのことを相手に伝えるべきだと俺は思ってます。で伝え方っていうのが難しいよね。で昔ね、心理学とかの勉強をしてて、どうやったら自分が傷ついたことをうまく伝えられるのかっていう方法をお話しするっていうことでもいいかな。自分が傷ついてしまったことを、嫌なことがあった時にどうやって相手に話したら伝わるかっていう方法、伝え方の方法なんだけど、それで OK ですかね皆さん。ちょっとコーヒー作らせて。